皆様大変申し訳ございません。刈谷から和歌山城までの動画なんですけど、どこかに紛失してしまいました。すいません。明日からね、10日ほど2本ずつアップしていきますので、ぜひともご覧いただけたら嬉しいです。本当に申し訳ございませんでした。よろしくお願いいたします。すいません。